メロピデ要塞って怖いところだと思ってたけど、雰囲気を見るとそんなに悪くないところだよな。生活が安定してて毎日ちゃんとご飯が食べられる。それに特別許可券でいろんなものだって買えるし。道理で囚人の大半がここを離れたがらないわけだぜ。あ、リオセスリのことだろ。オイラもあいつの腕は超一流だと思うぞ。見た目はいかついけど実際に話してみると結構話しやすい感じがするし。あいつって監獄のやつらとはどんな感じで接してるんだろう。だな。ここの人にルールを守らせながらも過剰に縛り付けてもない。おーい、誰か。あれ、今なんか声が聞こえなかったか。すまない、誰かいないか。手伝ってほしいことがあるんだが。やっぱり聞き間違いじゃないぞ。この辺りからだ。あ、誰か聞こえてるのか。箱？だから姿が見えなかったのか。なんで箱の中なんかに隠れてるんだよ。誰も通りかからなかったらいくら叫んでも意味ないぞ。ちょっと訳があってね。そこは聞かないでもらえるかな。うわ、ひどいな。いやいや、そこまでのことじゃないけど。帽子を？あ、わかった。お前って髪の毛がな。あ、ごめんごめん。なるほど、帽子か。よし。なんだか誤解してる気もするけど、まっ、唾のついた柔らか、多分入り口のリフト近くで落としたんだと。頼む、あの安心しろ。さっ、本当にすまないね。よろしく。甘い。ここにはないみたいだ。他のところを探してみようぜ。ここにはないな。水にも落ちて、どこに落ちてるんだ。それもそうだな。よし、それじゃラグ&ボーンショップに行ってみようぜ。確かあそこっていろんなものが売ってただろ。ひひ、ついでに他のものも買えるからな。とりあえずお店に行ってみようぜ。あれ、ここのオーナーってお前じゃなかったはずだけど。ん？待った、金髪の外国人に。お前たちがあの噂の旅人と。そうだじゃんって違う。いや悪い悪い、やっと会えたもんだからつい興奮しちまって。なんか気に障ることを言ってたら。お、そこまで自分を卑下しなくても。お前たちがエリニュス島でやったことは、それにここに来た時、あ、お前たちは今じゃ公爵様の大のお気に入りだって誰もが知ってる。もともとはアルバードの兄貴があれからかなりの時間が経った。全く下心がないやつなんていない。それでオイラたちに目をつけたってわけか。ああ、いや、それとこれとは別だ。お前たちに会えたのは。で、何を買いに来たんだ。ああ、あるぞ。まあ好きに選んでくれ。そんなの悪いって。はあ、どうせ兄貴は給料を払ってくれないからな。いつも気に入った品を持って。最近は特に必要なもんもないし、その報酬はお前たちにやるよ。お近づきの印ってやつだ。じゃあ選ばせてもらうな。もうちょっと選んでもいいんだぞ。こんなチャンスめった。いや、これでオイラは十分だぞ。特
をするのとタダでもらうってのは大違いだからな。いいか、この問題はすっごく奥が深いんだ。じゃあありがとな。ああ、毎度あり。公爵、こんな風に評判を上げようとするなんて、だいぶ時間がかかっちゃったな。箱のやつ平気だといいけど。おーい、帽子を持ってきたぞ。本当か、ありがとう。なんだ、ちゃんと髪の毛あるんじゃんかよ。しかもふさふさだぞ。やっぱり誤解してる気がしたよ。あれ、これ僕がな、お前の言ってた帽子がどうしても見つからなかったから。そうだったのか、わざ、もしかして。それは、ごめん、僕にもうまく説明できなくって。帽子ならさっき下で拾ったが、これは公爵様。あ、ビオセスリー。今日は特に用事がなくて監獄な。あんたらは相変わらずのようだ。これぞ冒険者の精神ってやつだな。おお、メロピデ要塞にもぜひ支部を設立してほしいもんだ。あんたら聖望の会にとって帽子は大事なもんだろ。次またこんな幸運に恵まれるとは限らないからな。わかりました。 ありがとうございます。それでは僕は、変なやつだったな。もしかしてやましいことでもしてるのかな。まさか、その逆さ。聖望の会の奴らはトラブルを起こすこと、あいつはただ内向的だっただけだろ。え、内向的？地上には罪が幾千とあり、犯罪者の動機も幾千、悪も暴虐も利己も。彼がどんな人間でどうして犯罪者になったのか。なるほどな。お前が気にしないなら別にいいけど。ああ、そういった類の組織は聖望の会は違ってな。今時間はあるか。その話の後もし興味が湧いたのなら。あの食堂にはあまりいい印象がないけど。ああ、じゃあ、す、これは公爵様に旅人じゃないか。ただ公爵様には先に断っとくが、スペシャルサービス職は俺は必要ない。あんたらは？おいらも大丈夫だ。もっと美味しいもののためにおな、残念ながらだ、食べ物がいらないならの、お、それならいいな。普通の人には出してないからな。おいら特別待遇って大好きだぞ。ああ、ちょっと待っててくれ。前回あんたらと会った時は少々慌ただしかった。俺は物語を聞くのが大好きでな。それを話すと長くなるな。なるほど。旅の見聞を記録し人脈を築き合う。何を言ってもいいように捉えそうだな。さっき帽子をくれたやつはオイラたちに媚びを売りたいって隠さずに言ってくれたけど。いいや、あんた単純に敬服してるだけさ。あんたらに見合った賛辞を送ってるんだ。それの何が。なるほど、信頼感が原因ってわけか。仕方ないだろ。俺のやってきたことはどれも地、俺は早くに犯罪者となりこの地へ流された。あらゆる手段を使ってきた。まとも、どうだ、こんなことを知っても。そうだな。それにお前ってこその点についちゃ俺も自覚してる。この友好な関係をぜひとも維持していこうじゃないか。公爵様、ご指示の通り、とても巧妙に隠されていたことか。ああ、そうか。は、公爵様。すまないな、この件を忘れるところだった。金製品ってなんだ。危ないもんじゃないだろうな。
通常であればそういったもんじゃない。禁制品とは一般的に秘密裏に持ち込まれた荷物のことだ。だが犯罪者どもの多くは何どれ、うん、大体予想してたと。おお、モラにお菓子、毛糸玉、ロッ、またお前が没収したってことは。ああ、他に処理する方法もないしな。それってボロ儲けじゃないか。旅人、お前もどっかの公爵になってくれよ。ほう、さっき平和的な付き合いにうなずいたばかりなのにもう俺の座を奪う気か。そこまで気に入るとは思わなかった。こうしよう、この中から一つ。本当か、どれでもいいのか。後悔するなよ、おいら遠慮しないからな。こんなことで冗談を言うわけもないだろう。じゃあこれだ。この黒い宝石、一目見て高級品だってわかるぞ。やっぱやめた、別のにする。この石変だぞ、持ってると嫌なことをいろいろ思い出すんだ。自分の意思とは関係なしに嫌な気持ちがどんどんと湧いてくる。そりゃ妙だな、俺にも見せてくれ。ふん、パイモンの言う通りだ、俺も不愉快な思い出が蘇ってきた。いいのか、この体験はあまり気持ちのいいもんじゃないぞ。なるほどな、じゃあ試してみるといい。どうだ、お前も何か見えたか。この宝石は俺が預かろう。じゃあ、やっぱやめとく。お菓子にしようかと思ったけど。ああ、それがいい、ちょうど飲み物も空になる。次は聖望の会を紹介ついでに。毎日こんなに暇ってわけじゃないんだろ。今さらそれを聞くのか。ようこそ、公爵様。こちらのお二人はお客さん。ああ、紹介しよう。聖望の会はここで様々な飲み物やデザートを提供し、それにこいつらは不定期にだが。もったいないお言葉。皆さんはここに来たばかりの頃、土地勘もなく、ただ私はこう思ったのです。そうして。お前も手を貸してたのか。大げさだな、俺はただ手続きにのっとって。あんたらもここに慣れてきたと思うが、ここの人間の多くは相変わらず自由だが、ここ。はい、お互いに監督して組織の運営は。メロピレ要塞にこんなところがあったなんて。ところで特別な理由はありません。聖望の会での生活がと、それに皆さんが集まって同じ帽子を目にした時、楽しみ、学び。簡単に言えば。ええ、公爵様のおっしゃる通りで、それを見越してのことでもあり、すぐに飲み物を用意してまいります。しばらくお待ちください。お二人とも、もしここに興味がありましたら周りを見てきていただいて構いませんよ。そうだぞ、ついでに寄ったわけじゃなかったのか。おっと、バレてしまったか。どうやら冒険者の目は簡単にはごまかせないようだ。冗談だ。たっ、ここの状況はざっと紹介したが、俺の説明よりも自分の目でた。なんだか話題をすり替えられた気がするけど。うん、優等生のラウンジを見学してみようぜ。よっ、ここで何してるんだ。
君たちが公爵様がお連れしたお客さんですね。一部の名作を除き、ここの本の多くは聖望の会のメンバーたちが書いたものなのですよ。ええ、大体が日記形式になっていて、ある人はお酒をやめて、皆さんよく冗談でこう言って。それって空き時間が多くなったからか？それだけではありません。昔の私たちは新しいものに挑戦しようという発想がなく、でもここでは公爵様と会長が私たちの暮らしを競ってやってみないと、自分にどんな長所があるかなんてわからないでしょ。それにこの場所では何をしても世間の目に非難されることはあります。なんだか心を休められる場所みたいだな。まさにそうなんです。誰もが力仕事が得意だったり、ちょうどここの掃除も終わりましたので、読みたいものがあればご自由にどうぞ。うん、安心しろ。聖望の会のラウンジへ。オイラたち適当に見てるだけだから大丈夫だぞ。会長からもう紹介を。みんながいるラウンジの他にもメンバーはそれぞれ自由に使うことができて。ああ、悪いけどそれはない。でも僕たちは特別許可食堂とも協力関係にある。そうだな、こういうところに入れば。ああ、これも会長が。僕たちはみんな。よう、新入り。ああ、そうだ、今から俺がやるみたいに思いっきり息を吸い込んでありったけの声を出してみろ。はあ、これは日々の自分を鼓舞するおまじないでな。疲労やストレス、嫌な気持ちなんかをこうやって体から吹っ飛ばすんだ。そうする。あんたたちもやってみろ。効果はこの。いや、遠慮しておくぞ。何恥ずかしがってやがる。困った時は。一通り話してみたけど、ディオセスリがこ、お、ちょうどドジェとの話も終わったみたいだ。あ、公爵様の仰せのままに。ああ、俺からは以上だ。おっと、戻ってきたか。ここはどうだった？あんたらの評価は聖望の会とドゥジェイ君に対する俺の評価にも影響してくる。そういった評価システムは聞いていませんでしたが。でも問題はありません。そうだな、けどまさかメロビデ要塞でこんなことをしてるやつがいるなんてな。それはその、確かにここにいる犯罪者はまさに十人十色。その欲求は獰猛な獣みたいなもんだ。だがその獣は、つまり心とうまく向き合うってこと。ええ、公爵様もそういった人々を目にしてきたから、私の今のやり方を認めてくれているのでしょう。みんな毎日労働したりと。一部の奴らからすれば確かにそれは。そういえばあなたたちはご存知。え、お前が直々に。いや、基本的につけることはないが。あ、あれ、帽子をなくしたやつだよな。どうしたんだよ、まさかオイラたちのこともう忘れちゃったのか。どうした、具合が悪そうだな。いえ、先ほどは帽子を見つけて、すみません、失礼し。あいつ。ルジェ君、どういうことか分かる。いえ、私にもよく分かりません。何しろ私は会長ですからね。困って。ああ、じゃあ頼んだぞ。さて、さっきはどこまで話したか。ああ、そうだったな。冗談に。だが熱くなりすぎると。で、それとナックルだけじゃなく、この手錠もかなり役に立った。おっと、あれ、それってあ
の嫌な気分になる宝石だよ。少々特殊な代物だったんで持ち歩いてたんだ。カバンに入れとけば。ほら、公爵様のために早く拾って差し上げろ。はい。とても美しい輝きの宝石ですね。わ、ああ、問題なさそうだ。ところでドゥジェ君、こう いえ、高級品のようですし、私なんかとそれもそうだな。さて、ぼちぼち用事も済んだところだ。今日はこの辺にしておこう。え？かしこまりました。皆さん、お気をつけてお帰りください。お二人にお会いできてよかったです。ぜひまたお越しを。公爵様もどうか順風満帆な日々をお過ごしください。ああ、あんたもな。オイラたち別に予定なんてないけど。どうだった？聖母の会を一通り見た感想を。オイラが見た感じ、お前が何を言ってたかはあんま、でももしあいつらがうまくまとめすぎたらお前の言うことを聞かなくなったりするんじゃないか？確かにその可能性はあるだろうな。だが現段階じゃ、こうして犯罪者の集団を管理するついでに、聖望の会が果たしてどこまでできるのか、果たしてどう転ぶか。不協和音？旅人はもうすでに気づいてるようだな。ああ、あんたなら気づいてくれると思った。ことの全貌はやや複雑だ。詳しい説明は後にしよう。俺は黙って処理しようと思ってたんだが、今となっては。今からもう一度ラウンジに戻ってくれ。忘れ物をしたとでも言えばいい。俺の考えが正しければドゥジェ君はもういなくなってるだろう。だが会長の目がないからこそメンバーたちは面白い反応を見せてくれるはずだ。調査し証拠を集め、俺は久しく歌劇場のショーを見てない。少しばかり懐かしくなってきた。ああ、理由は後で説明。もし聖望の会の奴らがリオセスリが言ってた通り、本当にルジエはここを離れたみたいだ。さっき違和感があるって言ってたよな。ならお前のその感覚、オイラも頑張って協力するぞ。あれ、君ごめん、オイラたち忘れ物をしちゃったみたいで。そうでしたか。誰も見てないのか。ああ、別に心配しなくて大丈夫だぞ。心当たりがないなら自分で探してみるな。じゃあ会長に。大丈夫だって、ただの忘れ物だし。ここを探して。ええ、どうぞ。また本棚の整理をしてる。ええ、すみません。今は別に読もうとはしてないけど。すみません。どうも。その何か。聖望の会は設備が充実していて、福利厚生も整ってる。お前も。あ、ごめん、今のは気にしないで。つまり、おい、でかいの。な
なんだよ。お前が教えてくれた発声法だろ。ああそうだった。飯を食って少し眠くなっただけさ。探し物だよな。なんかここの不気味な感じがオイラにも伝わってきたぞ。あいつら何かに怯えてるみたいだったな。とりあえず戻ったか。ラウンジの様子はどうだった？さっき会ったやつらがまるで別人みたいになってたぞ。なるほど、これで俺の予想も裏付けられたというわけか。聖望の会の不協和音とは、つまるところあのメンバーたちが時折見せる狼狽のことだ。そういえばラウンジであいつに会った時もひどく怯えてたし驚いてたよな。まあそもそも最初に帽子のことを心配してた時点ですでにおかしかったけど。ああ、俺があいつの帽子を取ったのもそれが理由だ。なるほど。ってお前が取ったのかよ。その背後にある真実を知りたかったんでな。ドゥジェイ君が言ったようにメンバーの中には精神状態が不安定な者がいる。だがそれは一部のメンバーだけに限った話じゃない。始めたばかりさ。ドゥジェイ君が俺のために細かな根回しをいろいろとしてくれていたようだが。おかしいと思ってるなら聖望の会の連中をパパッと捕まえちゃえばいいじゃないか。公爵のすることに理屈なんて必要ないだろ。どうやらあんたはこの俺よりもこだが、無知ってのは何も人を叩くた。俺がどんな環境を作りたいかはあいつらの目には。言ってることが難しすぎてよくわかんないぞ。ああそういうことだ。もし俺がへりくつを言えば、だからたとえドゥジェイ君が馬脚を表していたとしても。なるほど、そういうことか。いつもは前向きな姿を見せてるけど、それはあいつらの本心じゃなかったってことか。ああ目に見えない手段です。だが今日の訪問で俺からのサインを理解するや。もうじきそこ。まずは夜まで待とう。監視たちが調査するに時間になったら俺の執務室まで来てくれ。おい、もっと説明してから行けよ。ああ来たな。世間話はいいから。そう焦るな。俺が聖望の会にもなぜだ。確かにそうだな。仮にそうであったとしても一人や二人ならまだしも、俺が思うに可能性として一番高いのは、ああ、ドゥジェイ君はあいつらに何か言い、だから俺のやるべきことはその嘘を破り俺の態度をはっきりと示してやることだ。たく、もともとはもっと密かに処理しようと思ってたんだが、あんたらがああも大っぴらに帽子。あの場にいた全員は俺らがこの件を調べてると感づいたはずだ。ドゥジェイ君含めてな。なるほどな。って、あれ？もしかして、オイラのせいなのか？あいつは帽子をなくしたことを、ドゥジェイ君に知られるのを恐れていた。だが会話の中で、あいつが帽子をなくしたことをドゥジェイ君は知った。ドゥジェイ君の警戒心は、一瞬で限界に達するに違いない。ああ、俺もそう考えてる。ドゥジェイ君に時間を与えれば、奴は真実を隠そうと動くだろう。そうなれば、だから考えた末に、わざとあの黒い宝石を、あの場にいた全員の反応を見て、俺は満足した。
ああ。あの金製品の箱は、そもそも聖望の会の疑惑がきっかけとなって。ま、あいつらがあの宝石を見たことはあるかどうか。俺も確信はない。その通り。俺はあれが何なのか知らない。つまり、さらにあんたらは名の通った二人だ。悪事や暴行を見過ごすことはしないだろう。あんたらがいることで、こちらは加害者ではなく、手を差し伸べに来た存在だと意思表示できる。オイラたちのことまで計算に入れてたのか。悪いな。事情がこうも複雑なせいで。だが安心してくれ。これで俺らの間に情報のズレはなくなった。無理にとは言わん。だが、あんたらには引き続き協力してもらいたい。さて、手伝少しムカつくけど。ああ、現状二つのことがまだ。帽子は調べてみたが、もう一つは黒い宝石の具体的な用途だ。俺の送ったサインで。ただ待つのも退屈だ。音楽でも聴くとしよう。ああ、入ってくれ。ごめんなさい、ちょっと緊張していて。そちらの二人は一緒にラウンジまで来ていたお客さんですよね。ええ、フェソレから聞きました。落ち着け、慌てず話すんだ。聖望の会で何があった？すみません。でしたら、あなたたちが最後にフェソレに会った時のことからお話ししますね。ラウンジで会った時のことだよな。ええ、彼はあの場から急いで逃げ出しました。ただそれでも彼は何とかして私を見つけて事の経緯を教えてくれました。彼は分かっていたんです。ドゥジェの信頼を得られなくなった以上、彼を待っているのは極め訓戒。はい、それは聖望の会のメンバーであれば誰もが恐れているもの。言葉で説明するより直接お見せしましょう。全ての秘密はここにあります、公爵様。急いでどこに行ったかと思ったらここにいたのか。申し訳ありません、公爵様。お恥ずかしいところを見せてしまいましたね。エイビスはメロピデ要塞に来てから精神状態がずっと。よく幻覚を見たり。ノックの音を聞いた覚えは。申し訳ありません。そんな嘘誰も信じないぞ。そう言わないでいただきたい。その理屈を重んじるお方は。かしこまりました。あ、そうそう、フェソレさんはすでに見つけましたからご安心を。でも幸い彼はもう落ち着き。ごめんなさい、公爵。あんたが恐れてるのはおそらくこれじゃないか。そんなの見たことはありません。公爵様、彼女はもう何も言いたいことはないようです。安心しろ、何も恐れることはない。公爵の名をもって保証してやる。それらが二度と。公爵様、はあ、もういい。申し訳ありません。こそれ。それではエイビスは連れて帰。エイビス君、あんたの頭を見せてみろ。
何もない。公爵様、西方の会は今まであなたとここのどうしてそこまで固くなに食い下がるのですか。現状に悪いところなどありません。公爵様が命令を下せばどんな指示であろうと私はそれに従います。そういった言い分は耳にタコができるほど聞いてきた。私のしてきたことは全てメロピデ要塞のためになることで。さて帰りましょう。なんなんだよあいつ。お前もうこのままあいつを懲らしめ。人は遅かれ早かれおごりの代償を払え。あいつはとうに準備を終えていて矛盾を指摘されることを恐れていない。聖望の会のメンバーは全員人質だ。これもあいつが俺の前で好き勝手に振る舞える理由なのさ。秘密は帽子の中にも頭の上にも。そこを調べても何も見つけられないと。だが聖望の会の規則からし、確かに妙だよな。帽子は明らかに秘密を隠すためのものなのに。頭の上に何もないのならどうしてエイビスは。ポッ、ドゥジェイの態度を見る限り彼は俺たちが証拠を見つけられ。この間には頭の上に何もないのならどうしてエイビスは。ポッ、デュジェイが何を隠そうとしてるのか。帽子は明らかに秘密を隠すためのものなのに。一つ思いついたことがある。だが。なんだなんだ、聞かせてくれ。うん、これのことだな。彼女はヘアピンに何かを隠していた。これならドゥジェ君の目を騙すことができる。いや、つまりエイビス君は恐怖で口を閉じたんじゃない。さて少し調べてみよう。ヘアピンから細長い霧が見つかった。中は空洞で釘や棘のようにも見える。それをこうしたらどうなる。おいおい、お前いきなり何して。あれ、しかもトゲの中にその一部が吸い込まれていってる。あんたらも聞いたことあると思うが、この液体はおそらく生成された。なるほど、だから手に持っただけで。これが訓戒の正体のはずだ。この液体が直接脳内に注入された時だが、おそらく苦難、孤独、要するに、まあそれだけじゃないかもしれないがな。全ての手がかりを隠蔽させる。公爵様、ここの聖望の会のメンバーは我々が取り押さえました。つい先ほど彼らは急な命令を受けたのか、あまりにも異常な行動だったため先手を打たせていただきました。よくやった。こうなると思って事前に準備してたのか。本来は監視するよう命令しただけだったが、聖望の会が活動してる場所を全て捜索し。はっ、直ちに向かいます。さてここの奴らはやはりな。どいつも頭に傷がある。中空のトゲが。近くで見なくてよかった。びっくりしたぞ。おいら他のところを見てくるな。この訓戒の成果こそルジェ。こいつらは想像を絶する苦痛。
他の場所も調べてみよう。表紙の色が違ったり、作者の名前が違ったりするだけだ。ったく。何を見つけたと思う？ブラウズポートっていうもんだ。これさえあれば、ドゥジェ君本人がここにいなくても、ああ。シナリオにも命令にもないことが起これば、下手に動けば、ドゥジェ君のあいつらに対する飼いならしは。公爵様、大変です。どうした？彼らの活動場所に誰もおりませんでした。例えば水垢や埃といった跡などです。また聖望の会のメンバーの部屋も調べましたが見つからず。そうか。人が消えた？まさか。ああ、もしドゥジェ君が、そして真実が明らかになれ、つまりラウンジや娯楽室、最も成績を出した者、もっと。じゃあどこに行ってあいつを探せばいいんだ？そうだな。もしあいつが囚人を、ドゥジェ君はおそらく。ああ、行こう。回収された監視はここに逃げ込んだのか？おそらくな。このまま下に向かうと方向性は合ってる。急ごう。お、あいつらを取り押さえろ。ち、利用せずみだ。さっさと連れ去るぞ。ドゥジェ君の命令で来たのか？どうして？こういう時はさっさと白状した方がいいぞ。進んで協力すれば、生産の際に情状酌量の余地ありとして。会長はあいつが来るのを恐れてたんだ。本来ならそのまま奴を下に投げるつもりだった。つまり拠点はこの先。ああ、道に沿って降りていくと排水用のパイプが見える。監視、こいつらを連れて行け。さて、降りてドゥジェ君に会って。いざ。ここは廃棄された作業。普段ここを巡回してるやつ。さあ、行くとしよう。姿を残す律令。
全力攻撃。具現化せよ。知識はあなたにも。おい、大丈夫か？もう危険はない。警備ロボまでいるなんて、あいつ相当念入りに準備してきたみたいだな。警備ロボの紛失や妙な排気申請、そういった異様な出来事についてはあいつも俺と正面から向き合う覚悟ができてるようだな。あれ、なんだこれ。何かのガイドラインのようだ。見せてみろ。聖望の会の規則がずらりと並んでやがる。こっちが本物ってわけか。勝手に離れるな。互いに話をするな。五人一組のチームを作り、規則に違反した者が現れたら、他人の違反行為を告発した場合、報酬として食料と水がもらえる。いや、こんなのあんまりだぞ。ここに囚われた者は、食料や水を得るために他人を、あいつらは規則を破ることを恐れて、互いに話すことをやめた。そして、告発によってそれが長く続き、次第にドゥジェイ君の奴隷になっていったというわけだ。覚えてるか？こいつは、明らかにく、おいら俺。ああ。あんたの人の心は海に浮かぶ小舟の恐怖で波風を立てるのなら、必ずや代価を払わなければならない。俺の記憶が正しければ、この先はここのドゥジェイ君とケリをつけるより、聖望の会のメンバーを、あんたらはここで待ってろ。俺らは扉を開けて。扉を開けるって、ここにある装置を使うってことだよな。まあいいや。から気をつけろよ。少しいいかい？立立全部丸有限なるライト呪言チョックこれこそが知恵の伝道。お披露目だ。くらえ、全力攻撃だ。
険だ冒険。よし出発だ。さっきと同じように、まずは目の前にある装置を起動してみる。何か変化が起こるかもしれない。律令15痛くしちゃ。フォークをたたえ具現化せよ律令15。よし出発だ。ここは牢屋のようだ。うん、空きがたくさんあるな。やめろ、近づくな。違うぞ、落ち着いてくれ。過度なストレスによる反応が出てる。ここにいる者は多かれ少なかれこういった状態にあるのかもしれない。わかった。ここはあんたらに任せた。はっ、承知しました。ああ。さて、戻って確認。最初のホールにある仕掛け、それを忘れずにも。よし、出発だ。冒険だ、冒険。よし、出発だ。へっ、冒険だ、冒険。冒険だ、冒険。私
怒りに震えている。フェソレ、エイビス、いいか、裏切り者がど、さあやれエイビス、一滴一滴ずつだ、すべて注入するまで手を休めるなよ。ごめんなさい。大丈夫、僕は耐え、死後は慎め。誰が喋っていいと言った。私が定める規則は、至高なる鉄の掟、ここの原則を破ろうとすれば。そこまでだ、ドゥジェイ君。あんたの土地狂ったわめき声にはヘドが出そうになる。公爵様、リオセスリあなたは結局私の言ったことを理解してくれないのか。こんなにたくさんのケーキを持っているんだ。あんたは分けると奪うの違いを分かっていないようだ。あんたの食べ方は見るに耐えないほど汚い。何、正義の使者を切っ、まさか忘れてないよな、メロピネよ。そんな奴らが罰を受けて何が悪い。あなただってこいつらの命なんて重く見てないだろう。メロピネ要塞が機能し続けさえすれば、あなたは十分な利益を得られる。残念ながら俺はあんたと違う。一度もこいつらを効果として見たことなんてない。メロピネ要塞は囚われの地であり、そしてこいつらはここで落ちぶれることもできれば、救いを求めることだって可能だ。確かにこいつらは過ちを犯した。だ、肝心なのは過去を整理し顧みた後だが、あんたは恐怖でその精神を殺してる。こいつらを考えることので、それを自業自得だと、自分を何様だと思ってやがる。こいつすごく怒ってるぞ。あなたは私の傲慢さを笑い、私はあなたの甘さを笑う。リオセスリー、あなたは考えが未熟すぎる。メロピデ要塞を本気でいいところだと思ってる人がここにいるとでも。いや、それは今も、ま、あなたが飴をくれたからといってその素晴らしさを覚えようとする者はいない。もう少し気づくのが遅ければ、メロピデ要塞の警備ロボは、さあ神の目を持っていようと。大口を叩いてる割にそれっぽっちの見識しか持ち合わせてないとはな。せえ、みんなは俺が守る。もう姿を残す律令。行ってくださいせえ、くらえ、具現化せよ律令、雷光意図美しきかな。呪言直、みんながそばにいてくれるわ。覚えたわよ。恐怖が全てを支配できると思うのなら、俺に恐怖を見せてみろ。選ぶんだ、あなただって罪人だろう。罪人なんか全員くたばっちまえ。バカな、俺がそんなに怖いか。銃を向ける勇気すらないと。待て、メロピネ要塞では試験や拷問は禁止されてる。公爵だろ、身をもって範を示すべきだ。ああ、確かにそうだったな。じゃあ今日からそのルールは廃止だ。ここじゃルールはただあんたらを縛るための道具。公爵が誰かを殺すのに理由なんて必要ない。わかったか。
悪いな。そんなことないぞ。いや、真逆だ。慰めにしても、これは俺の責任であり、メロピデ要塞の責任でもある。ああ。あ、そうだ。あのあ、ドゥジェ君か。しばらくは、何もし、うわ、これから毎日、自分がどんな目に遭うのか想像させるのは、懲罰の形式も日程も一切教えずにな。もちろん、これは情けをかけてるわけじゃない。何しろ、聖望の会のメンバーと話して、奴が普段、どんな手段を用いていたか把握するつもりだ。お前が怒ると、俺があんたらにそんなことすると、ま、こうしよう。ふつ、え、安心しろ。サービス職じゃない。ああ、来たか。ご飯に関することは絶対忘れないぜ。いやいや、そういう…さあ、よくわからないな。おい、なんでだよ。冗談はここまでにして、実はいい知らせがある。しばらく静養すればあいつらも良くなるだろう。精神状態に関しては大部分のやつがかなり回復して…へえ、なかなか…当然だ。俺の縄張りで起きたことだ。俺が解決しないとな。ああ、なんだ。言ってみろ。それは、話すと長くなるんだが、俺にも似たようなことがあったんだ。子供の頃に寄宿してた家で経験、俺は孤児だった。引き取ってくれたのは、そりゃもう優しい夫婦だ。父と母は、子供が成長するとより良い条件の家庭に預けて、本当に非の打ち所がない親だった。思っていた。後になって気づいたんだ。俺ら全員親に飼われてる家畜だってことをな。売れた子はいなくなる。どんな目に遭うのかは誰にもわからない。知ってるか、俺はかつて真実に触れたのは俺が初めてじゃない。あいつらの結末と、親が見せる微笑みが重なり、なんとも皮肉な光景を見せた。ああ。あいつらは幻想を作り出し、嘘でし、その行為が、人を完全に破壊してったが。だから最終的に俺は、あいつらの息の根を止め、すべ、そんな。あまりに過激すぎる手段だった。当時俺はまだ10代。誰、疑いと、行き場のない怒りに突き動かされて。いい。感想なんて聞こうと思っちゃいない。だが少なくとも。皆さん、今よろしいでしょうか。エイビスにフェソレ。ああ、君たちがギリギリのところで駆けつけてくれたから。実は今日、急に皆さんの元を訪ねたのは。ああ。それが理にかなった要求であれば。お前ら結構。ああ、聖望の会で知り合った後、そんな状況でも、僕たち今回の一件を経て、僕たちはお互い、災い転じて福となすっていうや、ただ、私たちは罪人です。それで悩んでいるんです。うん。俺の気、だが、別にいいんじゃないか。俺が用意してやる。何か本当ですか。実は僕たち、ケーキが終わった後もこ、ええ、ここには特別な思い出がたくさん。公爵様がいてくれればここの未来も安心できますからね。あんたらの信頼は俺への最高の褒美。もうちょっと喜べって。これは服従よりもずっと貴重なもんだ。